さあ始まりました早いわ達也と大館系の同士師匠同士第4巻イエーイいやもうザからマリアでそんなそんなもう遠らな上がったね。遠ら 早いなーってぐらいのいじりじゃ足りないぐらい早かったいやちょっともう気持ちがね先走っちゃった先走ってたうんごめんなさい欲しがるなもう第4巻ですね第4巻ですよ本当に第4巻ですよどうですか <laughs> 今回からはいやいやあのね真面目に嬉しいです、うん、4回も続いてねはい まさかまさかのでもなんかあれらしじゃないですか結構好評でいろいろリアクションが返ってきてるでしょ、うん、そうなんですよなんか電車では聞けないみたいなありがたい褒め言葉ですよ面白くてそうそう笑っちゃうからそうんやねんお前 <laughs> <laughs> そのリアクションんやねんそんでええやんそうやったら <laughs> 吹き出しちゃいそうよああなるほど、ね、いやありがたいことですよなるほど<ー> DM なりなんなりでいろいろもらってるわけですよ、ね、そうなんですよまあ今回からはね 浜さんが僕らの間にいるっていう浜さん浜さんはもう俺ホ今日遅刻するからな浜さん今日遅刻ね電気止まったらしいですしね昨日家 <laughs> なんかもう電気止まったらいじり雑 <laughs> <laughs> もっといじってあげて電気止まったらしいですよいや電気止まるってほんまないよ<も>なかなか考えられないです、ね、うん、でなんかあれでしょ7月分かなんかがそうそう言い訳がえぐない 電気代が高かったいえ意味わからん高いから払わない意味わかんないし幼稚園児やんかそれったらもうポカンですよねねほんまにそれはちゃんと払ってください払ってねでもそうやったらんかもう八9 1 0と払ってて7月分を払ってないことで止められるわけじゃないですかそうです怖いね怖い怖いよねもうえんちゃうんってなるもん俺なるなるでももう でもそれは許してくれない東電さんは許してくれないんです東電さんか1か月飛んだだけで止められるってねそうだよでもまあ電気が一番あでもガスあガスも嫌やな電気が一番マシじゃないいや電気が一番嫌やわえ俺は電気は一番嫌マジで何が一番嫌ガスんで風呂入られへんのいやいや銭湯行ったら嫌あでも電気なかったらさ何もできへん まあなうん、テレビ見れへんわ。でもパソコンでいいやん。パソコンパソコンだって充電できへんか、充電なくなったわりやで。それはまあなんかカーフェ的な。カーフェ的なカーフェ的なとこで充電みたいな。カーフェ的なとこで厳密には窃盗罪。そうやで。あれはあかんね。あかんやつやからな、あれほんま。いや、電気が一番嫌ですよ。あ、そう。なんか電気、まあね。 特にもう何電気なかったら制作もできない,じゃないですかそうですよ電気なんかったら制作もできないんでねえうんそっかいやもう電気代は払わなあかん電気代は払おうみんなで払おうはいということで、うん、<laughs> はいいいですかうん…んなかこれいるこのなんか無駄な無駄 <laughs> もうまさに無駄話やと思うね <laughs> この無駄話がよい,よいんかったりもするんじゃないですかいのかな まあ言ってください,ごめんな,さいなんか不毛な感じがいいんじゃないですかもう一点だけごめんなさいなんですか一点だけ謝りたいことがありましてあの先週の尾崎豊スタイルのところで17じゃなくて15の間違いやったっていうことを僕は、ね、15の夜ですよね、うん、はい家族総出で謝りたいもうそれはあの三つ指ついても申し訳ないです謝っていただけたらはい 皆さん許してくれると思うんでということでしたわかりましたじゃあだからそれに関するクレームはもう一切受け付けませんもうクレームはしてあげないでくださいよろしくお願いしますということで今週もお便りがお便りがたくさん頂いてるんですもう本当にたくさん頂いてるみたいであのねんかこういくつかピックハマさんがピックハマさんをピックハマさん 浜さんピックのピッハマさんって何かなんかげになってい, <laughs> いやいやいやピックハマさんってピックハマさんのものをね、うん、いくつかえー、質問をちょっとこう、まあ、今週の達也 &K みたいな一週間になったこと感じたこと聞きたいな、はい、えそれと全く関係ないけど、うん、個人的に K のハングル講座してほしいですはははいはい、はいと言ってますよ K のハングル講座やりますよただ僕まだそこまで話せないですけどね書いたり読んだりしかできないんで、うん、聞いたり話したりはちょっときついですいやハングル講座してくださいよソロソロでソロ配信ソロデビューしてください ハングル講座その時のタイトルはまだ違ういやいやだからハングル講座ですよハングル講座ハングル講座パート1ですよなパート何番までいくんですか分かんないですしゃべれるようになるまでありますだからパート1なんで全編日本語ですよまだハハパート1はちょっとずつハングルが増えてきますもうその何回パート12ぐらいはもうもういや多分63ぐらいで全編韓国語になりますああもうスタートからはい それ授業やんっていうね <laughs> 63回目の授業ってことだからね <laughs> 間違いないそれもやってい言ってくださいよはいいやもうあなたを使って僕はやります分かりました、はい、どう使われるのかちょっとよく分かんないですけど、はい、あとね、えー、とクリスマスやお正月などのイベント時はまたスペシャルになるのかなとこの歌獅しがあちゃちゃ師匠たちが <laughs> はいほんまもう4回目やで ほんまに前なんか前もあったな、獅子として言おうと思って歌自身って言っちゃうパターン、うん。なんかね、ややこしい、これ。なるもう獅子っていう言葉が入ってたら、もう分からないなんの。<laughs> もう全然分からないなんの。いや,やったとしたらアホ、ね、ほやじ。だいぶ痛いよ、ねうん。ゲーム自体自身やしな、歌の方は <laughs> 歌ほ<信>うん。ん しおどしを多分ねこれそうあねスペシャルはねこれもう僕が今個人的に勝手に思ってることですけど生配信でやりたいマジっすか動画生配信っすかはい早ないっすかそれいや大丈夫っすマジっすかはいでやっぱクリスマスはあのまあ日本にはちょっといないんで上野動物園とかに行って鹿とね うあなた退治していただいてしかとなんやトナカイ行ってないからほんまはトナカイ VS 獅子がクリスマスに見たい、うん、<laughs> そういういことね、うん、けどまあい,い,いないから日本になかなかいないんで <laughs>、うん、そのトナカイ的なものをちょっと, <laughs> ちょっとねサンンプリング動物愛護団体の人にはちょっとして言って角とか勝手につけて。<laughs> そうね上野動物園そうやったら奈良公園でああそれこそ危ないそうやなそれこそ危ない上野動物園行きましょう行ってそれをやる一回ちょっとね動物園行きましょう動物園行きたいっすうんおいおいねクリスマスじゃあそれもそれはスペシャルなのそれはスペシャルなの拡大版とかじゃなくて正規の対決あ世の対決ねクリスマススペシャル2時間半それえ持つかないややからもう気象からやろ 起きたとこからピピピピーからやるやるやるわかりましたそれもちょっと考えていきたいもうでも真面目な話スペシャルはそういうのは僕ありやと思いますわかりますその構成演出はもう寮に任せますいやピックハマさんですピックハマさんでピックハマさんじゃあピックハマさんにお願いしますであとねえっとまあちょうど先週かハロウィンやったっていうのもあるんでハロウィンの玄関を僕ブログに書いたんですよ載せたんですけど ハロウィンの玄関は達也さんのお家なんですかってああハロウィンにデコレーションされてるわけですそうそうそうあれはそうです僕の東京のおアパートのねうんの玄関です僕の玄関ではないですけどそれは多分ねそれ誰ですか言ってはる人はえっと花子さんですもう分かってますよ絶対そんな分かってますって絶対マジっすか分かってました僕写真見ましたけどあれが自分の玄関だったら結構な家住んでますよあれ でですすよねそうなんいやもし分かってはらなかったらごめんなさいけど多分分かっては思いますよそうかなまあこう聞いてくださってたんでうんそうだねあと「ハロウィンで仮装するなら何しますか?」っつって「はははいいい何しますあなたあのテリーマンとか「お筋肉マン」ね「筋肉マン」のねこの僕の な漫画知識から今出していきますけど軽薄やわんかそういうのがいいっすわ僕あの筋肉への憧れが僕多少あってちょっとマッチョなこういう時にしかできないんでねえ全然興きないいや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 ありますよそういうのがしたいっすスーパーマンとかはい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 ちょっとマッチョなマッチョなやつねマッチョなコスプレがしたいっすね俺はね緩いのがいいですどんなのがいいっすか タレパンダとかああ分かんないです今パッと思いついたとかあの何猿とかあれどうっすかあのトカゲのおっさんいやあれはもうほんまどっちに滑る滑る滑る絶対滑るあれは松本人志ありきやいやもんなうん なんかそうういいのもやりたでも俺がやったら滑るけどお前がやったら滑らん気がするね俺トカゲのさんは。はそれはあれでしょなんかその浜田は何やっても滑らへんみたいなコスプレやってもみたいなことでしょいやそうかな分からへんけどギャップが俺よりあるかなってああ俺がやった方がうんそうそうそうやったことないもんそんな今までやからうとね怒られたやんけ浜さんやから言うとんねやそうあとはねちょっとなんか 真面目な感じライブをするにあたり好きな会場はどこですかステージから観客のお客顔ってどれぐらいの範囲で見えますか、うん、え自分専用のマイクを使うタイプですか、まあ、好きな会場っていうのは、まあ、あと、えー、好きな地方について語,てもら語ってもらえたらそれも込み込みで言うと、まあ、好きな会場って基本的にはもちろんね、はい、そのライブハウスやったりクラブやったり、はい、っていろいろありますけど、はい、そのあえて自分が慣れてない場所って っていう意味で言ったら、うん、ショッピングモールはショッピングモール、うん、慣れてないんすかショッピングモールは慣れてないですよあーそうっすかだってインストアとかそういう何かこうね何、うん、かのことがない限りは、うん エスカレーターの下でしょ、大体そうそうそう、僕が想像してるのはそんな感じなんですけどそう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 とかでやるのは面白いですよ、いや、僕、そういうのね、もっとやってほしいんですよね、で、福引きの抽選やるとかね、そのままね、ライブ終わりで、ライブ終わりで、福引き並んで、そうそうそう、そうそういうのやってほしいですよ、それはもう、ピックハマさんで、あそうやね、全部ピックハマ、負荷がえぐい、ピックハマさんやってもらう、そういうのは、じゃあ あと観客の顔ってどれぐらいの範囲で見えますかそれも場所によりますよねうんですね量も昔ラッパーやったから僕はでもほとんどクラブじゃないですか小箱が僕小箱がやっぱ好きなんで小箱ってやっぱり小っちゃい箱ねはいああすみません小っちゃい箱やと全然見えへんとことむちゃくちゃ見えるとこと真っ二つですある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 あつっすだからその証明具合によるというかね すませんめっちゃ普通の店頭になっちゃうんでだから大体ライブハウスとかやったらなんかこうアップテンポで照明が明るかったらまあ大体見えてますよあれ見えてる方がよくないですか見えてない方が僕不安になってました現役のか。ああ今はまあどっちでも変な意味じゃなくて悪い意味じゃなくてどっちでも全然あれですけど昔は逆に見えてない方が良かったです僕も見えてなかったらもうんか空を掴むようで余計不安になりましたね そう,なんうんまあそれは確かに、うんまあ、場所によっても違うやろし空気感で変わるじゃないですかそういうの、うん。うん、あと自分製のマイクを使うタイプですかなんかよくアーティストさんとかはね、うん、こう自分のデコレーションしたようなマイクとかもあデコレーションっていう概念があるのかやってたりするんで、うん、僕も自分の自分製のマイク使ってたんですけど、うん、ちょっと前ぐらいから、うん 多少やっぱ歌い方昔とこう変わったりもしてきててなってからは逆にそのハウスのハウスというかクラブやったりライブハウスやったり場所のマイクを使いますねまあ選ばなくなってきたからそう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 もうそのどこのボーリング場ででも200以上出してやるぜスタンスですよあんま分からんそれは全然拾ってくれへんから ハウスボールでもねそう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 それを言わんとそうですそれを説明するのがあなたの役目役目やったの認識甘かったなじゃあよろしくお願いします本当に今夜考えなあかんない今夜うん今夜ねんか空のみたいな何やっ今夜ですよそこだけがやない歌うのはいやあのね前回前回前々回4小節ぐらいこう 歌ってくださいっていう意見があって分、うん、かりましたっつって言、うん、わずに終わったのかなちゃったんで、ねはい、まあなんかおいおい歌いますよ <laughs> おいおいねおいおい歌っていきます、はいはい、まあかにもなんかこう、はい、好きな地方はどこなんですかさっきの好きな地方ですか、うん、好きな地方は日本全土ですよ いやもうそんなん言い出したら俺行きんであかんイギリスとか言うからもうあかんそうそういやもちろん行ったことあるからっていう場所が多いやっぱり関西以外で言ったら九州熊本もそうやし愛知の名古屋とかあと北は行ったことないんで北行きたいですね北行きたいみんなでね北行きたいんですよあ他にも質問まあ感想頼り本んに頂いただいて ててたりもしてて、うん、まあと相談とかもあるんですけどちょっとおいおい、うんまあ、ちょっとね、うん、量,量が本当にねいっぱいありがたい話でもらってるんで,んでまあ30分いかんせん30分なんでね,ね、うん、なんか好きな女性のタイプはみたいな質問もありましたい。僕もそれを個人的には話したいですけどねそう,うそういうのとかもちょっとおいおいまたピック浜さんなんで浜さんピックでまた実習以降で はい浜さんピックでいいんですか浜さんピックでやっていただこうかなと思ってますでいやだからいつも言ってるようにねテーマがノープランなんで僕ら今週1週間の出来事でやってましたみたいなことでもいいんですけど僕今週1週間はほぼほぼ家で制作作ってたんで ないんですよ <laughs> 話すことが,ことがないほぼこもってましたよはい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 そっかでもね今週はね、うん、ちょっと自分の中でなんか納得のいくものがね、うん、作れましたよかったじゃないですかそれやったらこもった甲斐があったじゃないですか <laughs> えそれ以上のあるコメント <laughs> <laughs> ないいやいやでもよかったよいやほんま、うん、じゃないよかったよかった、うん、よかったこったよ よかったこっただから先週に引き続きの即音便ですよ。即音便ですよ。いやもうよかったことだよ。がよかったこったよ。即音便の使い方も正しい違う。わからんけど。少なくとも即ではない。即ではない。初でもない。初音便でもない。初音便なかったあったよ。あったあった。分かんないけどいいですよ。いいよ。国語。ドラフトありましたね。 ドラフトねこの話みんな好きかなドラフトの話いやドラフトどうなんやろうなういやドラフトの、うん、ここ今年のドラマ毎年ドラマありますけどうん、うん、今年のドラマといえば、うん、原監督のね甥いっ子が甥っ子がねもう巨人がもう単独指名やともうだって4月とかから言ってたんでしょ、うん、もう指名する言,言われてたのにもかかわらずですよ、うんうん、だってその子にとっちゃもうその向こう10年20年、うん その球団にもしかしたら身をうずめるかもしれないわけでしょまあ少なくとも10年はいるわけじゃないですかそ FA フリーエージェントを使う浪人という選択肢もありますからあるんですけどでも1年間ですよその2223の1年って社会人一体2年やからねそうですよで巨人が単独指名やって言われてたのに日本ハムがどうすると思います予予想想僕のは多分年間 浪人するすると思いますよ。僕はハム行くと思いますああいやなんでかって言ったら日ハムがその事前に言ってなかったって言われてるでしょまあねまあ分かんないですけどね本来本は分かんないけどなんかそれに関して筋違いやみたいなことを言ってる人もいる原家のドンがお父さんがおじいちゃんがね祖父が。 祖父は寝てるわ今この家の祖父は寝てる祖父は立ち上がってない立ち上がってないまだ言うとる言うとるわけというか言ってらっしゃるんで俺それは知らんかったわだからどうなんかなっていういやでもこればっかりは今もじゃあどうしますもしもうちょっとね今はあれですけどねパンチョさんにね「太陽ホエルズ」つって。 いや俺は巨人がいいっす。ああまあ。読売あれ, <laughs> <laughs> あれなんて言ったかいいなんちょっとね俺なんか順番が忘れたな。投手、うん、っていうのかな。うん、なんかそんなんやんな。うんうん、読売 全然似てない全然似てないごめん俺なもっと似ててんけどなマジでクオリティ低すぎても低もう中学生中二の時もちろ似てたう中二の時に魚持ってちょっと待って分かった分かった一回いろいろ忘れていろんな罪を忘れてうん世俗の罪を忘れてちょっと言ってみてその時の感じで言われへんや全然だら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  一回罪を忘れて、世俗のことも全部忘れて、お金のこととかも全部忘れて、今やってる音楽的な作業とかも忘れて、なんか東京にやから全然もう、全然降りてこない、パンチを。パンチ見えてる。ごん、分かった、分かった。じゃあちょっと、ほんま。一回全部忘れて、読み売り。まさか まあまあいいですよちょっとちょっと俺超えるわ超えるとこから始める超えるとこから始めここまもっとできたのに超えて髪の毛とかもちょっと違和感のある感じで伸ばそうそれはあの伸ばすんじゃなくて俺買う分かった分かった伸ばすんじゃなくてまあそれはいいんですよパンジュさんはいいんですパンさんはいいけどもしね言われたらどうしますあなたが巨人軍に行きたい行きたいよだけどまさかまさかのサプライズ指名で 日本ハムもういいですよ太陽ホエールズに示されました太陽ホエールズされたらどうしますか太陽ホエールズはもう言い慣れてないからどんどん似てないどうします浪人しますか行きますか僕は行きますよ太陽ホエールズ行きます行きますだって東京と横浜近いもんいやじゃあ分かったそれが福岡にそんなことじゃないでしょどうします いや,いや僕は行くと思いますよ、やっぱりその1年、2年浪人するのは大きいですよ、うん、やっぱり一選手とか今現状で言えばね、日ハムはね、うん、それこそハンカチ王子とかね、うん、ハンケチーフ王子がおるわけじゃないですか、うん、<laughs> 二人んの <laughs> 選手に引き続き、選手に引き続きね、<ー>うん、ハンカチ王子とかね、うんうん、なんか洋風な顔と和風な双子なんかなと思ってた、<laughs> 俺今。 斉藤佑樹浩二みたいなポップコーン兄弟みたいなそれも分からんからみんな分からん分からんそうねまあ何事じゃいと言っていいやからそうそうそう豊富やから確かにねこうプラスにはなるというかでもねまあそうねうんうんうんと思うんですけどどうしますもしザッケローニから指名されたら あなたおだて <laughs> いやわからないです香川阿蘇賀おだて <laughs> って言われたらどうします <laughs> あなたいやもうねそれは僕いやどうするやろうリアルに、うん、一回僕もサッカーやってたんで、うん、一回僕を帰りますよ <laughs> とりあえずね一回僕を帰って監督に相談しますわ、うん、どうしたらいいですかだってその時でもレギュラーじゃないのに <laughs> いやかサプライズ指めですよ。いやもう監督どうしましょうと。監督すら選ばなかったのにザックは俺を選んだ。しかも左サイドバック長友、右サイドバック大ーですよ。え、僕バックなんですかはい。そんな、カガオの並び香川はホンの並びで言ったのに右バックそこで。普通そこトップでしょ。フォワードの選手やのに。いやトップはもう、ハーフナマイク。岡カ岡崎ハーフナマイク。 おう立てそう。そこはサイドバック。<laughs> そこでサイドバック。いや、じゃあもうサイドバックはキモやん、そのチーム。<laughs> いや、キモやで。悩んだ結果出てるやん。<laughs> 最後悩んだ悩んで、そこで急に右サイドバック入ってくるって。いや、もうコマのいくか。大ーて行くかクオて行くかです。しかも俺足遅いなんて。<laughs> いや量はね、うん、量今、身長なんぼですか今、74です。でしょ、うん、僕と変わんないじゃないですか。でも、あなた、小学校6年の時、はい、僕、小学校6年で150ぐらいだったはは、うん、はいはい、はいあなた、小学校6年の時何センチある十 ?71 あります。でかっ <laughs> <laughs> 僕だから、十、ね、十五年ぐらいかけて、四五センチしか伸びてない、四五 <laughs> センチも伸びてないですよそうです、ね。そうですよ。七十一かわかんないですけど、七十。七十はありましたよ。超えてたんですよ。七十、うん、は超えてたんですよ。だって身長、背の順も一番後ろや、一番後ろです。一番後ろです。ね、はい。でも、うん、回れ右して、背の順で並んでたら、あなたこう、手前じゃなくてね。こう腰に当ててるパターンですもん。そうそうそう。うん、なんかわからない。<laughs> 170あったありましたありましたでも足がもう引くほど遅かったのは覚えてます足は遅いやもうずっとそれは遅かったですよね。うん。引くほど遅かった記憶がそれはもうあの僕のせいじゃないですからねうん。誰のせいなんですかそれはもうなんか血のせいでしょ血のせいです血金側近の問題でしょそこは僕のせいじゃないですよいやでもねうんそういやでもまずイタリア語勉強するかもあ示されたら ザックとコミュニケーションとかそうえザックはえって俺ライン際で言うために右サイドバックやったらそれだって俺が唯一長友と張り合えるとこやもん勉強長友もサイド変わったら左サイドで多分ザックの意思を伝えるから俺は右サイドの時はザックの意思を伝えるやつベンチに近い時ねそうでもオフサイドラインの一番ケツにいるずっと 変なことしなない。変ことはしない。常にガゼッタ・デロ・スポルトで5.5をいただく。低い評価を。あまりよく。えま平均的なね。ああ、こうもらう。悪くもないしみたいな。そうそうそう。ああ、そのガゼッタ。それも知らんやん。知らん。知らん、知らん、知らん。イタリアのあれでしょサッカーのこう視聴する新聞でしょ新聞です。そうですいや、でももうそれしか僕ないっすよ。 うん、ザックに選ばれたら、うん、何の話やねんっていうね <laughs>、うん、<laughs> ザックに選ばれたらザックに選ばれたらっていうじゃあ歌詞パート 1, 1じゃあそれに僕じゃあ曲つけますああいいっすよ <laughs> ザックに選ばれたら何をするかっていうことまず箇条書きしますけどザックに選ばれたらかっこ右サイドバックああでボランチ編 <laughs> 左サイドバック編 フォワード編、ゴールキーパー編、いろいろやりますよ。やりますやります。ああ、いいね、それ。ただ、駆け上がることしかできないみたいな。まず通訳でしょ。駆け上がることもできないもん俺。今の現状。何の話やんのほんまにそれ。太陽ホエールズ。パンチョさん、え油断してる時にやったらちょっとマシかな。 変わらなかった変わらなかっィは多分太陽ホエールズのせいや読売ジャイアンやったらいいじゃん読売いや違うよ読売巨人軍言わへんもドラフトではなんかね第一位指名読売なんとかなんとか投手九州大とかいう確かちょっと最後の寄せてったけど あかんこれあかんってあかんってちょっと不毛すぎひん悪すぎひんこれまっと吸収台って言っちゃったおもろい俺らだけやんないやほんまねどうパンチャさんパンチャさんねハさん全然笑ってくれてへんもんさんも読書読書ですよまあね第4巻だからまあ今回ちょっとね の浜さんピックでお便りを読ませていただいたんですがほ他にもいろいろお悩みとか僕らでよければなんですが期待に応えられるかどうか分かんないですけどままだだこれからもどどししザッケローニに聞きたいことも随時募集募集あとは菅野君がどうするかそね、今日中を皆さんが注目していきます。 あかんあかん、ほんまに悪ふざけやん。いや、大丈夫ですか。大丈夫です。いいですかね。まあ、まあ、こんな感じでね。あの、僕ら楽しんでやってるんで、ゆるく、ゆるい感じで聞いてもらえたら。いいかな。と思ってます。はい。ということで。第四巻も。もうエンディングロールが、後半にかけて。もうなっちゃってるんで。締めちゃいましょう。か じゃあ、はま、い、あ、えー、来週も、はい。引き続き達也と大和田の,系の師匠同士チャオ。ありがとうございました。したかかでたはでは。